ダイレクトミのスタート。石田純一郎佐野効果、まずブレッサー後ろ、1番小島二郎がそこに続きます。5番の長谷部隆一、外側から2番上がってきて岡野良也、その後ろに5番続いて、さらにその後ろに4番、小磯太一、そして後方に6番の吉田隆です。でも1周目のみを引き継いで3番、1番、5番、2番、4番、6番と続きます。小島二郎、広田副、本町で5位優勝。現在はいわゆる番手打ち、ペーサーを後ろにつけている3番の石田慎一郎をマークする位置につけています。第8組まで予定されています競輪1回戦、それぞれ各組の上位2名が2回戦へストレートに進みます。敗れた選手は敗者復活戦へ。まずはストレートに上がっていく、その枠は2枠。6名の構成、1人だけ2年生、1番後方の吉田隆、それ以外5名は全て3年生。まもなく残り2周回。ペーサー後ろから並び変わらず、石田慎一郎、小島二郎、そして長谷部隆一、岡野良也、小磯太一、吉田正史と続いています。さあ離脱のタイミングを迎えます。ペーサー離脱、前方の方の動きは前を少し後ろの動きを抑えながら、後ろは横にちょっと広がった状態で残り1周の鐘を迎えます。石田慎一郎の動きに合わせるように小島二郎、外側の方からは6番の吉田正史が動いてくる。1コーナー、さあそして小島二郎が上がった。2コーナー行くところ現在1番先行、その後ろマークに入って長谷部隆一、その2人が行った1番5番、そしてその後ろに3番、外側の方から2番岡野良也が上がってきた。3コーナー現在先頭争いは1番5番、そしてその後ろ内側から3番が上がってくる形、直線に入ってくるところ小島二郎が先行の状況では、そこから5番が上がった。2番手には3番石田慎一郎、森井一まで上がってきている状況でのフィニッシュとなりました。長谷部隆一がうまい形で上がってくるような、そんな状況で第6組。